ヨハン・アンドレアス・シュトライヒャーはドイツのピアニスト、作曲家、ピアノ製造技師、シュトットガルトで生まれた。1793年に結婚したナネって、シュトライヒャーはアウクスブルクで別のピアノ製造会社を営むヨハン・アンドレアス・シュタインの娘であった。二人は1794年にウィーンへと移り住むと、シュトライヒャーはそこでピアノ教師として働き始めた。 徐々に作曲の分野でも知られるようになっていく。シュトライヒャー社は、ルートビヒバン・ベートーベンが若い頃に使用した、ホルテピアノの少なくとも一台を製造しており、その楽器を気に入った。彼はこう記している。私には、上等すぎる私が自分自身で音色を生み出す自由を奪ってしまうからだ。ビーンにおいて亡くなった。彼の工房は、息子のヨハンバプティスト・シュトライヒャーへ受け継がれたが、 ヨハンバプティストの息子エミールは1896年に工房をシュティングル兄弟へ売却した。エミールの息子、テオドール・シュトライハーが家業を継がず作曲家となったためである。ありがとうございます。